はい、どうもおはようございます。バンプです。今回はタルコフの PV モードが個別販売スタートということで、ちょっとね、動画撮っていきたいなと思います。今からね、始めようかなって思う初心者の方だったり、PV モードまだ買ってないよって方に買い方だったりのね、手順をちょっと紹介できたらなと思います。はい。でね、この動画見て、タルコフ始めようかなっていう人にね、その共有とかしていただけると嬉しいかなと思います。で、この感じ、今ね、タルコフのホームページに来ております。まあ、開いていただくとね、こんな感じになって、右上のね、購入っていうとこがあるんで、ここをね、押していただきます。そうするとね、出てきます。エディションの流れ、何が売ってるかというのが。まあ、上から簡単に見ていくと、ザ・アンハードエディションということで、一番高いエディションだね、$250ドルのエディション。そして、その下に行くと、一個下のね、プラパース、フォアエスケープエディション110ドル、そしてもう一個下のエディションのレフトビハインドエディション82ドル、そして一番最初はね、スタンダードエディションが50ドルということになります。基本的にここのどれかのエディションを持ってないと、PV モードを買うことができません。で、一番上だけね、アンハードエディションのみ SSPV コープモードってことなんで、 PV モードがついてくるという感じでいいのかな、うん、なってます。で、このね、どれか一個、まあ一番最初だったらね、スタンダード、スタンダードから買った方がいいです。このね、真ん中の中途半端なやつを買うんであれば、まあ一番上までも買ってしまった方がいいのかなと。だから、買う選択肢としては、スタンダードか、もう一番上。もうどちらかの方が楽です。あんま買わない、真ん中買っても。で、スタンダードをね、買って、今回新しく PV モードが追加ということなんで、こっちのね、追加コンテンツ、右側の方に飛んでいきます。これがね、スタッシュ拡張。が、3ドルでできますよ、2行増えますよとか、服が、いろいろ買えますよ。で、下にね、新しくできたこの PV アップグレードっていう PV だけをね、個別で買えるというところが増えました。20ドル。なんで一番安く、PV やることができるのが、まあ50ドルの、これをスタンダードを買ってからプラス20ドル、合計70ドルで、PV が始めれますよという感じになってます。これね、めちゃくちゃ初心者にね、おすすめで、マッチングのね、時間も短いし、ワイプもないんで、ゆっくりもできる。タルコフ全然ね、難しくてできないっていう方は、これをね、買ってみると楽しいと思います。マッチングにも時間かかんない。最高です。今なんですけど、今買おうかなって思ってる方、スタンダードエディションとかで買おうかなと思ってる方とかは、ちょっとね、待っていただくと、8月の方にサマーセールというものが来まして、15% オフだったかな。それが始まります。なんで、50ドルの 15% オフなんで、まあ、少しはね、ちょっと安く買える。まあ、1000円ぐらい値引きされて買えるんじゃないかなということなんで、今始めようという方は、ちょっと待って、8月で買うと、どのエディションも安くなるので、おすすめかなと思います。で、追加コンテンツに関しては、多分ね、その割引というものはサマーセルで値引きされるってことはないと思うんで、基本的にこのエディションだけだと思います。今買おうと思っている方は少し待つと安く買えるよ。待てない方はもう買っちゃって OK だと思います。はい。そしたらね、PV がどんなモードなのかっていうのをちょっとね、見ていこうかなと思います。はい。ってことでね、PV の方にやってまいりました。まあ、ざっくりね、どんな風にこのゲームを進めていくのかっていうのを紹介できたらなと思います。まずね、このエスケープフロムタルコフ。英語とかになってるんなら、まず右下にあるんで、設定の方から行っていきます。表示言語をここで変えることができます。イングリッシュだったり、ちょっとね、まあ、下の方に行くと日本語があったりします。ここでね、表記いろいろ変えれます。はい。そしたらね、このエスケープフロムタルコフってどこに行くと、PMC、スカブという2種類があります。自分のね、キャラを使うときは、基本的に PMC って方が自分のメインキャラ、自分のアイテムを持っていく武器は、キャラクターはこの PMC という風になります。こちらね、スカブモードというのはね、自分のアイテムじゃない、もう今ついてる、このキャラクターでレイドに出ることができて、帰ってこれると今持っている武器だったり装備とかを自分のものにできるというモードです。はい、まあ、救済処置みたいな感じですかな。こっちの方でもう何もなくなって何もできなくなったってことは、スカブの方でお金稼ぎをして、なんとか自分のものにして持って帰るっていうものになってます。基本的にね、PMC をメインで。今ね、この下の方にあるキャラクターってとこを押していただくと、自分のね、スタッシュの方に行きます。今自分が持ってるものが左側。そして右側が自分のスタッシュ内。倉庫の中だと。
になります。まあ、こんなもの今持ってますよ。だからこういうものをこっちに入れていくみたいな。で、今回ちょっと回復だったり鎮痛とかがないんで、鎮痛作用のあるアナルジンと言われるものだったりを入れていきます。まあ、回復だったら回復入れて。で、このゲームはまあ、骨折者用のスプリントっていう骨折直しというものもね、しっかり持っていこうと思います。バンテージ、軽度出血っていうものだったり、ね、止血。そう、タルコフにはね、なんかめんどくさくて、軽度出血、軽い出血と重い出血、重度出血っていう2種類があったりするんですよね。そのために、重度出血がね、ちょっと買いに行きます。下にね、トレーダーっていうものがあって、こんな感じでね、いろんなトレーダーがいます。ここで、アイテムを売買します。このね、女性の方はね、回復系統を売ってくれます。基本的に2つかね、2つ。このね、止血キット。赤血球みたいなね。これがね、止血できるアイテムなので、これを買っていきたいと。で、買って持っていく。まあ、2つぐらい持っていこうかな。はい、こんな感じです。で、この黄色の下になんか100、220、200とか書いてるのは、体力の回復できるアイテムなので、こういうのもしっかり持っていきましょう。予備にチーズみたいな、これを持っていきます。チーズとよく呼ばれるもんです。で、これもね、ショートカットキー持っていくことによって、レイド中でね、番号を押すと自動で回復。この番号を押したら回復してくれるというものがあるんで、しっかりね、この割り当ても OK ですし、このカーソル合わせながらそのボタンを押すと、こんな感じで、ショートカット入れることができます。あと、カバンの中とかでね、ショートカット押してもね、何もできないんで、基本的にポケットの中かリグの中のものしかショートカットキー押すことができません。はい。まあ、回復に関してだったり、この、なんか、ショートカットキーに関してはこんな感じです。で、あと一つね、ちょっと見ていただいたらわかるんですけど、ポーチというものがございます。このゲームは、基本的に死んだら全て物を失います。ですが、このね、ポーチという中に入ってるものだけは死んでも失いません。失うのは、ここに入ってるヘッドセットとか、この装備。武器だったり、リグだったり、持っていってる、ここら辺のものが全てなくなってしまうんですけど、ポーチの中だけは、なくならないんで、大切なものを入れていくっていうのが大事です。この辺の健康状態を見ていくと、体力がね、この VV によって分かれてます。ここがね、ゼロになると、回復できなくなるんですよ。タルコフって。で、この体力が少し削れたら、こっちのね、この今書いてる回復を使って体力を回復する。で、書いてある220回分回復できますよってことなんで、減った分をそれで消費していく。これも同じようなものなので、100回復できますよってことなんで、回復できるアイテムになってます。で、このゲームはね、食らいすぎてゼロになってしまうと、その部位は回復できなくなってしまうんですよ。そうしたらね、どうすればいいのかと言いますと、絵師直しというものがございます。はい、この CMS っていうやつ、アイテムですね。最初めちゃくちゃ貴重なんですよ。まあね、2種類あります。このでかいやつとちっちゃいやつ。で、まあこういうのをこのポーチに入れることによって、これを使用すると、0を1にできます。回復量はないけど、0を1にしてくれる。1になると、この回復とかで巻いたら体力は回復できることが、回復することができます。でもその代わり、絵師を直すと、この最大値がね、ちょっとずつ減っていくんで、そこだけ気をつけてください。以上、まあ簡単にね、ざっざっと説明していきます。以上、こんな感じ。で、レイドの準備が整ったら、まずは、まあ、トレーダーというところに行って、トレーダーというところに行って、タスクというものがあります。ここを押していただけると、タスク、ミッションというものがいろいろ出てきてますんで、これをね、受けれるものは全部受けてください。で、最初の方ね、どこで受けるのかっていうのを、この上にね、受注が出てきます。で、ここで受けて、このタスクが終わったら、ここに完了というボタンが押せるようになるので、完了を押す。基本的にこういう流れで進めていくのがタルコフになってます。こういうタスクを受けて、とかですね。まずこれをトレーダー全部受けれるものは全部受けてください。そしたら次はね、レイドに出ましょう。DMC。行きたいと思います。で、マップがいろいろあるんですが、もう最初はね、どこでもいいです。でも序盤のタスク。
本当に出たばっかの時はこのグラウンドゼロという場所がねタスクの場所になってますんで、ここに行くのも OK です。でも PVE の場合すごいね、めちゃくちゃ鬼みたいに難しいマップなんで、そこだけ気をつけてください。他のマップで慣れていくっていうのもありだと思います。で、PVE の魅力の一つとしては、マッチングが全然かからない。普通の PVP のモードだと、マッチング、他のプレイヤーとマッチングして同期するまでに、まあ大体5分ぐらいでレイドの中に入れるんですよ。ですが、PVE に関してはオフラインモードで回すので、もうローカルゲームの開始中、もうこれでマッチ完了。そして1分以内にもうレイドが始まることができるんで、もうストレスフリーで、このゲームができるのかなと、思います。はい。まあ、こんな感じで、パパッと待っていただければ、ゲットレディでもレイドスタートしますよ。はい、始まりました。で、だいたいスタートした時に右上にね、脱出地点が出ます。で、これね、どうやって途中で出したい時は、O をダブルクリックすると、こんな感じでまた出すことができます。どこで出るのかなっていうことを見ることができます。もうこういうのはね、公式とか載ってないんで、ウィキペディアとかで調べましょう。どこが出口なのか。あとは調べて、なんか出ている、紹介している動画とかも僕出してますので、そっちの方を見ていただければなと思います。あとは、走っていただいて、あさるみたいな。最初はね、すごい難しくて、めっちゃびっくりします。もうホラーゲームです、このゲーム。で、倒したら、あされます。感じ。うん、この武器とか持ってたら、武器を拾う。回復があったら回復。で、こっちのリグの方がでかいから、こっちのリグに入れようか。移し替えようか。そう。で、これを、捨ててしまって、入れ直すとか。で、こっちのカバンの方がでかいから、こっちを捨てて、ラッフルバッグに。まあ、こんな感じでファームしていきます。あ、ちょっと。で、マップの至るところにね、まあ、こういう、あされるね、アイテム。まあ、ゴミあさりゲーっていう感じなんで、こういうのをあさって変えるっていうのが、このゲームの醍醐味ですよね。で、コントロールクリックで、こんな感じで、一瞬で取ることができます。で、走りながら、真ん中の、フリールックボタンって言って、コロコロ回すとこ、スクロールするところをパチッと押して動かすと、こんな感じで首が動かすことができますんで、パッとね、見たい時とかは、これで走りながら左を見たり、右を見たりっていう感じで左右見ることができます。あとメニューを開くのはタブですね。これ、さっき普通に開いてたけど。タブで自分のやつを見る。で、タスク、自分のタスクをさっきミッションを受けてたら、ここで、あ、何のタスクがあったかな、どこに行けばいいんだなっていうのを、まあ、ウィキで自分で調べながら、あ、次ここに行くんだなっていうのを見ながらやっていくといいかなと思います。とりあえずね、走っていきますか。で、今回出口が反対の方なので、そっちの方に向かっていきたいなと思います。一回死んでみようかな。そっちでもいいかもしれない。まあ、こんな感じでルートしながら、脱出地点まで行くと、それでね、クリアになるんですが、一回行ってみようか。ああ、走ってって要注意。で、結構ね、死にゲー、覚えゲーなんで、もう死んで覚えるしかありません、このゲーム。どこにないかな。え、どこいんの？PMC かな？ NPC の PMC にも撃たれたのか？今は、この回復を入れてた、ショートカットキーで、今回復しています。で、4番を押すだけで、最初設定したところで、こう、回復が出る。
で、このゲーム頭に入ることで即死なので、どんな弾でも頭に入ると基本即死なので、まあこんな感じで死ぬことがあります。で、今死んでしまいました。そうなると、この次行って、はい。で、今自分がどこを撃たれたのかっていうのがここでね、見ることができます。でさ、ドクロマークついてるところで、あの死因はここですよ。っていうのがわかります。今ヘッドショットを食らいました。ショットガンに。すごい 8.5 ミリのマグナムバックショット。これめちゃくちゃ強いですね。スカブが持てたら基本的になんか頭に入れられるイメージの弾で殺されました。で、最初0レベルから10レベルまでかな。10回ぐらいは無料でね、直すことができるんで、この画面に来たら絶対適用で直すようにしてください。まあ、これで1レイドが終了っていう感じになってます。で、結構ね、初めは帰るの難しいんで、1回帰れるだけですごい楽しいと思う。うわ、帰れたーって。でも、それまではめちゃくちゃやられると思いますんで、まあ、くじけないように何回も何回もトライしてみてください。もうほんと覚えゲーなので。あとはね、このグラウンドゼロっていうマップは PVE だけちょっとやたら、そのスカブ、NPC が湧くので、こう難易度が難しいかもしれないです。はい。で、帰ってきたら、はじめ説明したように、ポーチ以外のアイテムは全て失っている感じになります。で、あとは倉庫からまた、さっきの準備をして、まあ次使う武器だったらこれ。で、まあリグがない。たらトレーダーの方に行って、そのキャラクターによって売ってるものが違うので、リグ、その装備系とかはこのラグマンと言われるもので売ってるので、こういう感じでリグを、何を買おうかな、だからこれを買おうかな。次はアーマーは、の初めこのね弱いアーマーしか買えないので、このアーマーを買おうかな。で、買ったらね、倉庫の方にありますんで、その倉庫の方から向かったものを入れる。で、最初はね、ヘッドセットというものがすごい重要で、ヘッドセット何が変わるかというとね、聞こえる範囲が変わるんですよね。まあこういう GSSH でもいいですし、このね、スキアって言われるところでもこういう風にヘッドセットが売ってます。これもアイテムのものによって聞こえるね、範囲が変わってくるっていうものですね。僕は結構このスキアで売ってる M32 っていうヘッドセットが好みなので。まあこんな感じで買い足してまたレイドに出て装備を蓄える。だったりそういうゲーム性になってます。ぜひともね、やってみてください。だけどね、PVE がね、個別販売が始まったんで使って、20ドルなので、今スタンダードでなかなか難しいなっていう人は、ぜひとも20ドル追加で買って、やってみてはいかがでしょうか。めちゃくちゃね、ストレスフリーでできるし、楽しいんで、やってみてください。それでは、この動画が良かったら、高評価とチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。それではまた別の動画で会いましょう。じゃる絶滅危惧種のバンプのチャンネル登録コメント高評価お願いします。これからも。